大切そうに抱っこしてますけど赤ちゃんみたいに。すごい。なんで赤ちゃんですか。本当になんか手からエスパーされたと思って。すごい。一体何が起きたんだろう。さあ今日もみんなの笑顔を求めて解決人たちが出かけますよ。なぜタワーズは生まれたのか。それは建築の未来を考えているうちに誕生した資材土産のエキスパート、パワーズ。現場のスムーズな資材配置で無駄をなくす。パワーズを成長させているのは社員たち。面接した時人柄がすごい良かったので、お仕事が完了できた時などお客さんからありがとうと言っていただいたり。そう、パワーズには夢が詰まっている。求人登録も簡単。今日から俺はパワーズ。いや、みんな死んだといなくなってきた。へぇ、私主みたいなもんだもん。ねえ、ねえ、4代目だったの、私は地元ですよね。で失礼しました。千葉県に伝わる昔話、伝説のルーツは神話にあると言われているんです。その伝承伝説を新派の北村六郎が紙芝居で紹介する。今日はいずこへ、そしてどんな民話が聞けるんでしょうか。今月は稲毛に来ている六郎さん、松林にある見晴らし台にやってくると、これはずーっと、あ、ポートタワーも見えますね、ちらっとね、ずーっと海でしたね、ここね。あ、ここは良かったんじゃないですか。あ、ほら、これも海の砂ですね。稲毛浅間神社のこの辺りは地元の海水浴場として親しまれていた。いや、綺麗にこれは江戸の町並みとかね、遠くに横浜とかやっぱり見えたじゃないですか。松林を降りて浅間神社の脇道を歩いていくと、途中地元の方に会いました。87歳です。お若いですね。シャキシャキされて、頭まだボケてません、ね、でここにお住まいにはどれくらいなんですか。だって4代目だもん、ね、でもまだ埋め立てしてない頃からいらっしゃるんですか。あ、だってその前に4代目だったんですよ、地元ですよね。埋め立てされ、失礼しました。みんなで沖からあのパイプで砂を送ってね、埋めたんですよ、はい。あ、パイプで砂を送って 3段階にするんだよ。初め 800m だったかな。そうですよ、池地獄だ私が。いや、みんな死んだといなくなってた。だ、戦時中だってこの B24 が変態軍で防災ハンドから入ってったの、これ見てたんだから。だからね、まあ、年代の人でもだって九州中は防空が入っちゃって、そんな見てる人いないでしょ。この上は関西機は低空してきたらガーッと低空、沖にね、船が流れ着いたの、そこ狙ってね、関西機、それまともに見せた、この山で。私ぐらいで男まさりだったからね。いやー、まさに気象人の藤川さん、貴重なお話。僕、北村六郎なんです。あ、そうですか。はい、二代目を襲名させてもらいました。あ、そうですか。4年前に、ね、あ、そうですか。はい、そうそう、実施じゃないんです。あ、そうですか、はい、うちだってさ、はい、あのいい養蜂だって、あのトムサブロだって、はい、あれ養子だと思ったんだ。養子さんですよね、はい、で石井館とかね、石井館とかね、はい、あの大谷一次郎とかね、はい、大谷先生、そういう人たちがね、はい、うちの会社本出すとね、私本社は曝露町です。あ、曝露町だったんですか。うん、曝露町のね、一丁目一番地でね、はい、暗証会って言うんですけどね、はい、そこにね、本作ると売りに来るんですよ。へ、ね、だ、私はそういう会社にいたもんでね、だから挨拶してますよ。神谷伝次郎さんの別荘も。そうそうそう、それは今でもあるんですよね。ありますよ、あそこに。そうですか。市民ギャラリーが、市民ギャラリー、あそこは神谷伝兵衛の別荘ですから。あ、
浅草にあるでしょ、電子ブラウン、そうそうそう、そこは別荘ですから立派ですよ。そうですか、見ていらしてください、はい、そういうことで行ってみましょう。あ、これもいいとこですね。あ、こっちが別荘でここがギャラリーになってるのかな、同じような感じにして。そうですね、はい、あ、やっぱりそうですね、ここですね。おお、すごい。神谷伝兵衛は有名な浅草の神谷バーの創設者。稲毛の浜に別荘を建てたんですね。僕はあの江戸川乱歩の黒トカゲっていうのをやったんですけど、そのポスターをやっぱり東京の北区にあるこういう昔の方の洋館で撮ったんですよ。まさに同じ作りですね。こんなのが稲毛にあったの。これ神谷バーの、ね、創始者の方の別荘ですからね。発見はまだまだ。稲毛に伝わるこんな伝承民話も。紙芝居の始まり始まり。今日のお題はじゃん、奈良瀬餅。奈良瀬餅の話。京葉道路を挟んで千種台団地の北方の高台に昔ながらの面影を残す小さな集落がある。ここが秋に萩の花が咲き乱れた大地という意味で名付けられた萩台である。この集落に伝わる奈良瀬餅の伝承行事は、昔はどの村々でも行われていた豊作祈願である。1月14日に餅をついて子供の拳大の団子にし、山から切ってきた1メートルほどの栗の木の枝につける。それを神棚を祀ってある座敷に御座を敷き、石臼を置いてその穴に立てる。そして栗の細い枝を折って箸を12膳分、うるう年には13膳作る。15日の朝早く金時豆ささげを煮て、その赤い汁でご飯と団子の奈良瀬餅を柔らかく煮る。それをマスに入れ、栗の枝の箸を刺して神棚に備え、家族一同で食べる。するとその一年無病息災だという。じいや、今年の餅は去年よりうまくないぞ、どうしてだ。タケルは尋常小学校の4年生、今年の春で高等小学校に上がる10歳だ。じいやは嘉永生まれの60歳。じいやはタケルの言葉に意を介さず、時折笑みを浮かべながら枝の餅を眺めている。どうしてだ、村の神様がお怒りになったんか。するとじいやは枝の餅をゆっくり指で枝先へと持っていき、タケルに諭すように話した。去年覚えておるかの、もう少しで稲刈りという時に大きな風と大きな雨粒が滝のように降った日を、畑がなくなってしまい湖になってしまった。タケルはじいやの話を聞きながら軽くうなずきながら、風神雷神さんが怒ったからだろう。でも翌日は村の衆とあの大きな水をかき出して川へやったべ。おいら学校休んだの覚えてるぞ。じいやは枝先まで持ってきた餅を一気に引き抜きつまんだ。あの時は村長さんが前の、いや前々の日から雲の様子を見て、おお来るぞ、もうじき大風と大雨が降るぞ、村中に声かけて回らんといかんぞと、じいやも駆り出されて村中回っただよ。あの時土のうを積み、あふれる水の出口も掘ったから
随分と助かった。ジーヤはつまんだ餅を口の中へ押し込んだ。はあ、うめえ。ジーヤはタケルに負け惜しみで言ってるのではないぞ。村長さんがこの村をよく面倒見てくださったからこうして食べてるんじゃ。だから今年はもっと気をつけてもっと美味しい米を作るだべ。村長は去年の大雨で畑の水に流され死んでしまった。ジーヤは空を見上げ最後まで餅の味をかみしめていた。さて船橋市ではこの食事を栗回しと呼ぶと、この伝承行事を時計町では際田餅、鳴木、坂月町では餅ならせというようだ。また眉玉と呼ぶ地方は養蚕地帯に多いが、これは良い眉をたくさん取るための願いを込めているからであろう。おしまい。つくばUワールドのない人生はきっとつまらない。24時間の天然温泉は日本風呂とローマ風呂、そして炭酸泉。岩盤浴は秋田の温泉と同じ効果を持っています。スポレボール、クライミングジム、プロの直球を体感できるバッティングドーム、さらにシネコンは8館、温泉の後はワイワイ楽しい宴会も。つくばUワールドで検索。対決健康体操。皆さんこんにちは、筑波学園病院の下村です。自粛モードが長引いて心も体も少しお疲れではないでしょうか。外出が減ると体を動かすことが自然と少なくなり、知らず知らずのうちに足腰は弱ってしまいます。そんな皆さんに今回はその場でできる足腰に心地よい刺激を感じていただける運動をご紹介します。今日も元気に頑張りましょう。まずは太ももの後ろのストレッチ、リズムよく前かがみになります。反対側も、今度は足を組んでお尻のストレッチ、前かがみになった時にお尻の筋肉が伸ばされるのをしっかり確認をしましょう。今度は胸を開きます。肩甲骨を引き寄せるようにしながらしっかり開いていきます。今度は両手を頭の上で組んで横に倒します。脇腹がしっかり伸びてますか。今度は肩に手を当てて大きく回します。大きく大きく、後ろにも。さあ今度は立ちます。皆さん準備はいいでしょうか。両手を上げながらつま先立ち、リズムに合わせてしっかり伸びていきます。5、6、7、今度はスクワット、体をひねりながら腰を落としていきます。膝が内側に入らないように。今度は足を前後に開きます。その場で飛んで前後の足を入れ替えます。着地の時にふらつかないように。今度は左右に開いて閉じて、手の動きも大きく。さあ最後です。スキップ、ゆっくり大きく楽しくいきましょう。さあ皆さん今日もお疲れ様でした。今日も笑顔で頑張りましょう。17年前、第二の人生をバラに捧げた男は自らバラ教老人と名乗る。さて今日はどんな作業なのでしょうか。1500坪に2000株以上のバラがあるつくばローズガーデン。今日の藤沢さんはビニールハウスの中、氷のバラとも言われているクリスマスローズが並んでいます。ドイツのホイガー社の作室のクリスマスローズなんですよ。冬に優雅に咲く花として人気です。今日は大きくなったクリスマスローズの鉢植えの作業、
藤沢さんオリジナルの有機肥料を鉢に入れていきます。大きい玉を入れるんですけど、これは10月に植え替えたものですから、特に玉は必要ないと思うんですよね。よく植え替えるときに隙間がないようにって言うんで棒でこうつつく人がいますけど、なんかあれは根を傷めたりなんかしますので、あんまりやらない方がいいような気がしますよね。むしろそーっとこう補充してあげるっていう。そう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 。で本当はもうちょっと10月から11月頃の方がいいと思うんですけどね。その頃に鉢植えを行うと1月頃から花を咲かせるそうです。しかしハウスの中はおよそ500鉢以上のクリスマスローズで埋め尽くされています。これは大変な作業。最後は水やり。これ4月頃に庭に植えます。どことなく可憐で気品のある氷のバラ、クリスマスローズ。今年はバラとの共演も見られるかもしれませんね。作吉成陽子、小説夢子、第4巻今春発売、予約受付中。吉成さん、はい、なんかすごく素朴な、素朴でしょう、いいとこに来ましたね、はいはい、私はもっと素朴な、この奥の生まれだから、だから素朴な人間なんですよ。精神的には素朴かもわかりませんけども、カズーさん、川も、そうですよ、川間駅、これ駅なんですよね。そう、これ駅なんですよ。改札もないし、うん、駅員もいないし、売店もない、あるのは田んぼだけ。田んぼ。ここの奥地で、そう、お生まれになった。そうです。ここから3つぐらい山越したところで。ほら、女子高校生の皆様、正月明けからお子さん気分でございます。美味しいです。何ですかそれ。養老渓谷のお芋です。さすが、もうお宮をゲット。もっとみんなの笑顔が見たい。笑顔は元気になるもと。そこでその元となるパワーズボールをもらうためにある部屋へ。そう、これこそ元気のもと、パワーズボールだ。司令官の鈴木が願う。こうしてパワーズボールが副司令官の渡辺に。そしてこのパワーズボールの行方は、このメンバーたちの手に委ねられた。マジシャンマヤ一世、エッセイシスト吉成陽子、プリティ長島、メンバーの名前は解決パワーズ。さあ町へ出よう、笑顔を求めて解決パワーズ。小湊鉄道の川前駅を降りていくと何かを発見。はい、これですか。はいはいはい、このオブジェ何ですか。これトランク。そう、トランクなんです。トランクが壁の中に。この壁なんだ。その謎に答えてくれる方がこちら。現代アートをミックスさせて、ミックスとということで、それのアートミックスと、アートミックスと、アートミックス。トランクが壁に埋まってますよ。そうだ、もう一人この方に聞いてみることに。市原市長の小出さん、よろしくお願いします。これはですね、十日町、瀬戸内、うん、まあ、ここが大きくやってる中で、うん、まあ、一応にもたまたまそういうチャンスが巡ってきた時に手を挙げてスタートしたと。で、まあ、3年に一遍のトリエンナーレっていう形でやってるんですけど。3年に一遍ですか。はい、本来であればもう昨年の3月に開催をしてなければいけなかったんですけども、まあ、コロナの影響で今年の3月に1年延期をしたということで、都内にお住まいの外国人の方たちだったりとかですね、まあ、近場を楽しんでもらう芸術祭っていうのを目指したいと思ってます。なるほど、これはアート作品なんですね。裏はカラフルなトランクでいっぱいです。
こちらですね、キューバの作家さんが。キューバ、はい、後ろの女子高校生さんがね、はい、なんか言ってるんですけど、何なんですか。キューバ市の市議場所の。ごめんなさい、そうじゃ、そうじゃないですよね。キューバ市の市民から20の国と地域から約80組の作家さんにこのいちらしの本に入ってもらって、すごいグレートじゃないですか。世界中のアーティストが集結して、こうした作品を市原市の各町に展示していくのがアートミックス。触ることも自由、どう感じるのかも自由。グアムとかね、ハワイとかアロハって書いてあるでしょ。世界中を旅行してきたカバン学校にね、集まってるのがまた面白いね。情報交換してるような、そういう雰囲気。まあ随分でもこれはよく考えたもんですね。ゆりちゃん、あ、うちの子かしら。じゃあゆりさん、お名前が入ってるの ね、うん、いいわね、ずっと残って。プリティさんは何か気になることが。私アテネオリンピックを応援行った時に、バッグなくなっちゃったんですよ。これ長島って書いてあるよ、本当に。それも立派な。じゃあキューバに渡ってたのかな。そんなハバナなんちゃって。ともあれ、このアートミックス他はどんなとこにあるんでしょうか。市内でですね、9つのエリアということで、大きなエリアとして展開させていただきます。その中の一つがここと。そうですね、この小湊鉄道さん、市原市を縦断してますので、北部の五井駅からですね、あ、五井、はい、各駅の方に、作品を展開しながら、小湊の列車に乗っていただいて、この南市原の方のですね、廃校であったりとか、空き家であったりとか、そういったところも使いながら、この広い市原市をアートで耕していきましょう。すごい。いや、でもこういうことを考えつく人の頭ってすごいな。都心から一番近い里山と、あとは羽田成田両国際空港のちょうど中間に位置してますので、まあ、世界に一番近い里山っていう表現を、あ、キャッチフレーズで、はい、その里山のシンボル小湊鉄道が駅に入ってきました。次の駅はもしかして世界へ。アートを乗せてゴー。せーの、解決パワーズ。ところ変わって東京秋葉原。なんか歩いてるだけで楽しい気分になりますよね、なんか。本当だ、はい、ここにもありますよね。冬葉原というオンライン中心のイベント、参加は300点以上。さて、先週に引き続きどんなお店が参加しているんでしょうね。行ってみたのはこちらの、こちらなんとちょっとスペシャルなお店ということで、早速中入ってみたいと思います。こんにちは。はい、ということで支配人の横宮さんに、いらっしゃいませ、ちょっとこれからですねご案内いただきたいと思いますけども、お店は秋葉原なごみ堂、コーヒーコミックプライベートルームと、店内は天井は高く荘厳な趣を感じさせる佇まい。お店自体は、カフェスペースと個室スペースが選べるお店となっておりまして、はい、カフェスペースではお食事を楽しんでいただいて、あ、こちらがね、そうですね、はい、奥の個室の部屋では、漫画を読んだりとか、飲み物を飲んだりとか、はい、そういう感じでプライベートな空間で個室で、っていう、なるほどなるほど、はい、店内の書棚の本は手に取って読むこともできます。リニューアルオープンして、確かに新しい感じですもんね。そうですね、それ以前はなごみスタイルカフェっていう、インターネットカフェで、そちらは完全に和風だったんですけれども、今回ちょっと大正ロマン寄りにリニューアルさせていただきます。和風から大正ロマン寄りに、はい、今度は奥にあるプライベートルームへ。3人は入れる椅子掛けのお部屋。こちらで、その掛けをかけてご利用もいただけるので。あ、なるほど。で、ちょっと天井が空いてるので完全な個室ではないんですが、ちょっと区切られたプライベートな空間。なるほど。こちらは YouTube といったネット配信にも利用できるお部屋だそうです。ところで、ご利用されるお客様は女性も、はい、ご利用いただけます。スタッフも女性が多いので安心してご利用いただけるかなと思います。
そしてコミック本、なんと1万冊以上あるそうです。人気の高いコミックって何？はい、こちらですね。あ、やっぱりね。で、横宮さんのお気に入りは？暁のようなっていう作品なんですけど。暁のような、主人公の女の子がすごい戦う話で、かっこいい。もう一つはこちら、夏目友人帳。ですね、妖怪が見える男の子の話です。あ、そうなんだ。はい。好きな本をプライベートルームでじっくり読めます。ここでおすすめドリンクを注文。目の前に現れたのは赤梅紅茶。綺麗なグラデーション。ああ、梅酒のお酒がないバージョンみたいな感じです。美味しいですよね、確かに。はい。でも女性すごい好きだと思います。美味しいものをいただいたところで、今度は皆さんに笑顔になってもらおうとマジック開始。横宮さんお気に入りの3冊のコミック本を使います。あずきさんにこの3冊の中から1冊だけ使いたいと思います。なのでちょっとどれか1冊選んでいただいていいですか。じゃあ夏目友人帳。夏目友人帳、はい、はい。印象に残るページがあったらそこをちょっと一度開いたままにしておきます。何となく覚えやすいセリフだったりとか。なるほど。このページで決まりました。覚えやすい方、右上で。そのページの右上を選んで、今横宮さんが見たイメージをちょっと僕が、はい、はい、ちょっと分かってきました。漢字が一文字、はい、ちょっと頭の中で繰り返し繰り返しこう宝物なのでっていうふうに思ってますかね。なんで分かったんですか。確かめてみましょう。本当だ、お見事。すごい。あずきさん、ありがとうございます。すごい、びっくりした。あずきさん、どうでした。なんで分かったのかが分からない。横宮さんはなんか本当になんか手からエスパーされたと思って素敵な笑顔いただきました。せーの、解決パワー。来週はどんな笑顔と会えるのかお楽しみに。番組では皆さんからのご意見ご感想また情報などメールで受け付けています。ぜひお待ちしています。